天神のポップアップがあると聞いて、千葉県は元銚子にある銚子ポートタワーへとやってきました。天神は2009年に恋愛シミュレーションゲームで発売され、2010年、2012年にアニメ化された作品でして、原作はエンタープレイン、監督は平池義正さん、制作を AIC が担当しました。高校2年生の主人公、立花純一が憧れの先輩、森島遥を遠目に眺めながら、彼女がいない寂しい学園生活を送っていた。純一は過去のとある経験から恋愛とクリスマスに苦手意識を持っており、吐く息も白くなり始めた初冬のある日、遥の卒業が迫りつつあることに気づき、二つの苦手意識を克服しようと心に決めた純一は、様々な女の子と出会い、行動し、付き合いを深めた末、クリスマスを迎えることになった。アニメ第1期では各4話に分けて、森島遥編、棚町薫編、中田彩編、七崎愛編、桜井里保子編、綾辻司編の6ルートプラス、亀崎梨沙編、立花美也編の2話がオムニバスで描かれ、第2期ではそれぞれのその後の後日談が2話ずつ描かれています。なんで見たくなったかは、単純に高校生ぐらいの時に見てて懐かしくなっただけなんですが、4話で出会いから付き合えるかどうかまでをテンポよく進み、主人公の純一がなかなかマニアックなお願いやアホ行動と、それに振り回されるヒロインたちのリアクションや言動、恋愛描写が当時ハマってドキドキワクワクしてましたね。ただ本当、純一のバカ行動にはハーってなるところがちょこちょこあってですね、サエちゃんの特訓とか、何やってんだこの人たち、サエちゃんもよく付き合えたなみたいなシーンとか、森島先輩とのお昼やカオルの仕返しのへそにキスも含めて、見てるこっちがほほほほってなる描写が結構あるのが面白いと感じる時や、となる時と好みが分かれるシーンもありますが、森島先輩の嫉妬や甘えてくるシーンや、カオルが純一のことを好きだと気づいた時の反応プラス、意地悪でやらしく接してくる感じ、リホこと純一の幼馴染から好きを意識した二人の空気感、アイちゃんのおけなげで大胆の振る舞い、サイちゃんの心配になるほどの受け入れ具合、リサちゃんのクスッとなるやっべえメンヘラや、ミアの天真爛漫な天然、今見返したら、あやつじさんのツンデレのデレがこんなに出れてたんだと、4話完結だけど恋愛模様とちょいエロ描写をゆっくり見せてくれるのが自分は好きでしたね。高校生の頃は森島先輩とリホコが好きで、今見返してみるとカオルとリホコがいいなぁと思いながら、他のヒロインのここも好きだなぁと、年齢をいただいて改めて見てみるとまた違った楽しさがあってよかったですね。気になった方はこの時期にぴったりなアニメなので、ぜひ見てみてください。ちなみに今見てもらってる映像は天神の聖地巡礼も私してきましたので、興味のある方は概要欄の方に動画を貼っておりますので、チェックしてみてください。以上、天神のポップアップと作品を簡単に紹介してみました。